はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。動画アクセスくださいましてありがとうございます。今回は写真やカメラではなくガンプラ関係のガンダムマーカー、まあ、とりあえずこのぐらいあればいいかなと買ってきました。リヒトラブというペンケースブッガンプラ関係の動画となっております。最後までご覧いただけると嬉しいです。では行ってみましょう。はい、ガンプラの写真ね、例えばフォトショップで合成とか、まあ、そんなようなものをいくつかこう出しているんですけれども、まだご覧になっていない方、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひどうぞ。で、ガンプラをね、作っていくにあたって、乗り越えなければいけない壁というのが実際あるんだなというふうに思っております。それが塗装ですね。プラモデルを買ってきてこう組み立てていく、まあ、一般的に素組みというふうに呼ぶんだそうですが、まあ、素組みをやっただけだと完成度はちょっといまいちといったようなことがあると思っております。まあ、実際にね、中学生高校生の時にプラモデルを作ってた時にも筆でね塗料を塗っていたという経験はあるんで、まあそこから行こうかなと思ったんですが、尊敬する長橋名人からガンプラマーカーいいよというふうにおすすめを頂戴しましたので、なのでガンプラマーカーでとりあえず塗装に手を出してみようというふうに思いました。でいろいろ買ってきたものがこちらですね。まあガンプラ初心者なのでとりあえず必要なものを名人に見繕っていただきながらと、あと別口でガンダムマーカーを、まあ、とりあえずこのぐらいあればいいかなというところで、これは想像で買ってきました。はい、まあ、一個一個ね、まあ、説明するのも超初心者が何を言ってんだと的なものもあるかもしれないので、まあ、とりあえず、まあ、ヤスリ系のものと、あと墨入れするための筋彫りですね、とあとニッパー片刃のものと両刃のものですね。それとあと、まあ、これはねちょっといろいろちょっと試してみたかったっていうのがあるので、ビット、これをちょっと買ってみました。でこれいっぱい買ったのはいいんですけれど、どう収納しようかな問題、これがですね意外にかさばるので、収納どうしようかなと思ったところで、いつものように Amazon をぐり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 見ていったところ、結構いい感じのペンケースがあったのでそれも購入してみました。でついでにやっぱりニッパーとかね、先の尖ったものこれらをの刃先をなんかカバーするものこれも一緒に購入しました。はい、なので、これですね、ホビーパーツのニッパーキャップ、こういう便利なものあるんですね。はい、これらをと、あと、これも必要でしょうと思ったので、パーツオープナーなるもの、これも一緒に買いました。なので、これら全部を収納できるペンケースというのを探しましたが、こちらです。はい、これ、リヒトラブという種類なのかな。はい、ペンケース、ブックタイプ、トリプル。でトリプルってなってるのはいわゆる機室が3箇所になってる。で、シングルのものとダブルのものとトリプルのものがあったので、まあ、このぐらいね、またきっとこれから増えると思いますので、これらを、全部収納するためにはトリプルがいいだろうと思ってトリプルにしました。で前面にポッケが2つ、後ろはない。で、最初の機室を開けると、はいはい、こうですね。さすがペンケースだけあって、まあ、ペンをねいっぱい刺すところがあると。で、2番目の真ん中の機室がこうですね。はい、これも、まあ、ペンケースなのでペンを刺すといったところですね。はい、そしてで最後にの機室がこうなっていると、網ですね。なので、小物類などはここに入れるのがいいだろうという感じです。なので、これからここに収納していきたいと思います。はい、とりあえず全開封をしましたので、では
収納していきましょうか。はい、どうしようかな。これね、なんか唯一挟むところがないのもあるんですね。よし、完成。だらん。墨入れとか、あと汚しっていうの、はい、それか系で、ここにシルバー類と、まあ全部埋まらなかったのでこっちで、これはキットですね。だからあと1、2、3、4、5、あと5本ぐらいは入れられそうかな。はい、まあ、これここにやったけれど、ペンが増えたらこっちも使えばいいかなということで、きれいに、多分収納できたかな。はい、ここですね。ヤスリも、400番、800番、1200番と、金属ヤスリと。はい、ギリギリ収まりそうですね。はい、はい、はい、ということで、ガンダムマーカー、ほか、ニッパーとかヤスリとか、今まで段ボール箱にゴロゴロしてたものを一気に収納して、持ち運びやすく、まあ、持ち運ぶ必要があるかというと、まあ、それは別の話なんですが、きちっと収まりよくしました。はい、以上でございます。参考になった方いらっしゃれば、ぜひともグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。